こうかな。はい。ここまで来ましたね。いろんなことがあったけど、これでやっと聖域への扉が開かれる。さあ、行きましょう。知れない。じゃあやってみるね。さあ精霊のみんな、力を貸して。いよいよじゃな。わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。闇の力、すべてここに集結せ。ジース、俺も頑張るっす。さあ、私たちで最後、もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるかわかりませんが、できる限りのことをやってみます。次はきっとうまくいくよ。頑張って。なあ、惜しい。もうちょっとだったのに。頑張れ。もう一回。みんな、ありがとう。予想以上にマナが減少しているの。なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。マナストーンが全てエネルギーを放出させられているんだわ。マナストーンのエネルギーが私や精霊たちの力と重なったせいで、あんなに巨大化して空中に上がってしまった。これじゃ地上からは入れないよ。なんということでしょう。そんな、
れ何あれ船何あれ気をつけて。こんなのあったっけ。黒くなった古代魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンがお前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。とっと来たまえ。あれ敵ボスかな。ロードが長い。獣人王並びに獣人の皆さん、ついにマナの聖域への扉が開かれましたぞ。今こそマナの剣を手に人間たちに復讐し、獣人の獣人による獣人のための世界国家を打ち立てようではありませんか。よろしゅうございますね、獣人王様。くだらん、好きにしろ。ははそれではさあ、獣人兵の皆さん、いざ出陣でございますよ。多分あれグリフォンかな。あれグリフォンって飛べたっけ。ゲーム、あ、作品によるかな。ジャガンの伯爵、どうした。ついに聖域への扉が開かれた。準備はできてるだろうな。誰に向かって言っておる。当たり前だ。お前こそ随分遅かったじゃないか。それで黒の貴公子様のご様子は。聖域への扉を開くため、闇のマナストーンを魔界から現世に出現させるのに力を使い切って亡くなられた。そうか。では黒の貴公子様のお考え通りに進んでいるわけだな。聖域への扉に入るための船は用意した。早速出発だ。あとは我々が予定通りマナの剣を入手し、黒の貴公子様を復活させ現世を魔界に変えるのだ。失敗すれば黒の貴公子様は戻らぬぞ。あれ一個でもパンって割れたら落ちちゃうのかな。
皆さん、ご無事ですか？急いで後を追いましょう。でも、聖域への扉は空中に浮かんじゃってて、空でも飛べなきゃ入れないよ。どうしよう。翼ある者の父。え？ローラントの山頂、天の頂と呼ばれるところに、翼ある者の父と呼ばれる山と空の守護神がいるの。彼に頼めば後を追いかけることができるかも。本当？急ぎましょう。天の頂へ向かおう。これはあ、なんでもないのか。こっちでいいのかな？ここは？ああ。これ何？これは、なんでもない。宝箱が1個ある。こっちかな？あれどこだろう。とりあえず出ないといけないっぽいけど、宝箱はどこにあるのかが気になるな。こっちか。あれないな。え、どこだ。見逃してる。あった。こんな分かりづらいところに。ここで、これでいいのかな。まだ鼻がムズムズするな。あ、こっちか。はい。天のいただきへ向かおう。いただきで読み方合ってるよね。天のいただきへはローラント城から進むことができます。急ぎましょう。ローラント城って結構早く追いかけないと。遠くないかな。敵よ。あ、こう、過去の敵と戦うと強くなったなっていう実感が。時間を取られてしまいました。先を急ぎましょう。
しょう。そこです、そこ、行きます。よし、そこ無事に勝てましたね。よし、敵が積もうと倒せるから。弱すぎて暴れ足りないぜ。でも強さの割になんか経験値結構もらえてる気がする。あ、失敗した。どこ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 、この辺の敵は全滅させたようだな。こっちで合ってるよね。あっちだよね。何も問題なかったわね。これ全然宝箱開けてないけど、多分こっちとかなんかあるんじゃないかな。うん、こっちか。この辺の敵は全滅させたようだな。はい。あ、こっち？あ、リース様、ご無事でしたか？え？翼ある者の父、わかりました。今、秘密の通路をお開けいたします。リース様、どうかお気をつけて。なるほど、こっちか。で、セーブポイントがあり、ここにセーブポイントがあるってことはボスいるのかな。この展開って前回あったかな。全然記憶にないんだけど。天の頂き、こんな男女行った記憶が、行ったっけ？あまり記憶にない。ここは宝箱は？ああ。これ落ち、あ、大丈夫だよね。うん。こんなところが落ちたら死んでしまうよ。強いよね、これは。敵は一緒だけど、レベルが全然違う。
周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。こっちは？なんかややこしそうに見えて結構一本道かな。この辺の敵は全滅させたようだな。こうか。で、あ、ん？ややこしいかな？これ落ちるよね。落ちたら多分戻されるというか。二人落ちてるけど。ん？あれ？どこ？あ？あ、こっちか。こっちはタッパーラーだろうな。攻撃当たらない。どっちから来たか忘れ、こっちになってるか。どこよし、こっちか。当てプレこれ戦闘は避けることできないな。鼻がズルズルする。赤
宝箱あと1個あると思うんだけど、なんか見当たらないな。ボスとかいるかな。私に任せてもらえます？あなたは女の子なんだよね。だから怒ったんでしょ。お詫びに可愛い名前をつけてあげるから許して。そうね、フラミーちゃんってどうかしら。そう、気に入ったみたいね。よかった。じゃあフラミー、早速で悪いけど時間がないの。忘却の島上空の聖域の扉を通って聖域に向かって。あ、常時 MP を20アップ。宝箱を1個回収し損ねたのがちょっと、また戻って回収できるよね。激しい戦闘を繰り広げたみたいね。みんな倒れている。なんてひどいこと。このままじゃ。ああ、レベル38以上になりました。クラスチェンジアイテムを持っていれば。宝箱や。はい、ハテナハテナハテナ。これはなんだ？再建ができるのに。ああ。皆さん、マナの剣のところに急ぎましょう。